狐狸1号さんよ。よ、よ、こっちでお話ししたい。狐2号さん、さっきの狐4号です。2号さん、いらっしゃい。2号さん、100人いつも来るわ。キツネ1号さん、4号行ってやれよ。え？だから2号さん、だから聞いてんじゃん。100人いつも来るわ。キツネ3号さん、ふわやかは、さだまわら。え？ふわや、何言ってもわからへん。ちゃんと喋って。ちゃんと、カモの話し合い、ちゃんと喋って。キツネ4号さん、昨日の子よかった。昨日の子良かったかどうかお前は知らないだろうが。お前はバンしたんだろうが、不安によ。キツネ3号さん、お前もわからんぞ。お前もわからんぞ、どうかと。それはホテルのクソワイファイに言ってください。僕に言わないでよ。関係ないだろうが、そんな。まだ配信じゃないもんね。もうこうじゃん、ほんまに。せめてメガホンなれるよ。メガホン。メガホンと風景ぐらいになれるぐらいだよ。今日、レジスだから別に頑張らなくていいんだよ、こっちは。分かってないな、ほんとに。今日、ブサイクのお姉ちゃんとか配信頑張ってんだろ。レジスは頑張ってんだよ、あんなの。スワンとは多分必死だよ。だから下着姿みたいに映してよ、数字集めてるんだよ。バカバカじゃないかな。もう配信者って僕のやつ似合うんだよ。そもそも分かってんのかもよ。黙れクソデブ。誰がクソデブや。一号さん、風船もプレゼントしました。おお、風船ありがとう。風船ありがとう。ね。そうそう、風船ありがとう。そういうところだよ、君たち。ね。無駄ないと思うから投げてきよ。なあ、大の大人がよ。ガンクリソウルよ。30分人はゴミのアイテムでさせやがってよ。まだバカか、ほんとに。バカしかいないから、このアップ。キツネ2号さん、おじさん怒っちゃダメ。怒っちゃダメ？うん。喜んないわ。アイテムが。何でこんなんで2時間ぐらい配信してアイテムが風船1個ってバカにしてるのかお前らは。もう、もう2年すぐやしないに、本当に。もう死ぬがないよ、本当に。ねえ。バカバカしい。喜ぶと思ってんのお前や。割とマジで。マジマンジ。ねえ。君たち配信したことある？ないでしょ。なんだろうお前が配信したことはよ。しか残ってないってバカなのお前や。バカに祭りだお前やわや。クソ使いねえんじゃん。じゃんか。お前たちは一体もう。何なの一体。ねえ。ちょっとやっとこう。
오징어는약을났다聞いてるお前ら。夜になるの聞いてんだよ。少なくとも。ね。キツネ六号さんまたホテル配信。うん。もうだから今日と明日の2日しかないんだよ。出れる呼べるチャンスは分かってるよお前ら。ね。で、呼んでほしいんだよ。呼び方知りたいんだよ。ねえ、お姉ちゃんとの対応方法知りたいんだよ。だったらアイテム落とせよ。なあ。間違ってること言ってるか、俺。お前じゃやるとマジで。いや、間違ってることを言ってるってやつが来たら、な。それをちょっと教えて、おじさんに。なあ、その納得して謝ってやるよ、いくらでも。録画してやるよ。なあ。なんで減っていくの、こんなに。何なの、この減り方。なんで10人超えないの。いや、おかしくないですか？さん、H が下手かもしれないので、アイテムは投げません。おかしくないですかって僕聞いてるんですよ。わかります？ね、君たちが言ってることは間違ってませんかっていうことを僕聞いてるんですよ。わかりますか？ね、お前らバカですかって聞いてんだよ。ね、お前らバカなの本当に。ね、まあ大体バカって、バカなやつほどバカって言うと傷つくんだよけどさ。キツネ6号さん、安定の一桁。そうそう、安定しとけたな、うん。昨日はな、あれだろ、シーツ通信とか200人来たんだろ。今日もやってるのか、シーツ配信おめえらよ。シーツ配信したら200人来て、1600、通算1600人もシーツ配信で来てよ。あげくの果てにシーツ版ですか。バカか、お前らは。お前らバカか、本当に。お前らバカだよ。お前バカでしょ？僕バカでーす。はい、はい。バカの人手挙げて。はい、ノー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 。バカの人テンポ取りまーす。お前らは、バカしかねえんだから。ほんとうちのアコなんてさ、あれよね、何？無職のね。キツネ六号さん、記憶の行為は自分を守ってる証拠。しかないんだから、うちのアコなんてよ、おめえらは。キツネ6号さんまたで。ねえ。何？キツネ6号さん出ます。なんでなんの？ネタだね。ウドウ君こうは自分を守ってる証拠。別に守ってねえわ。うん。なんだろ、ウドウちゃん。起きときやもん。いいやん。起きとき。おっちゃんと語り明かそうぜ。キツネ6号さんまた30分後会いましょう。30分後って次の次のキツネ6号さん寂しいの。え？6号ちゃん？うん。まあどっちかじゃ寂しい方かな。で、6人いててさ、コメント誰も打たないんだぜ。わかる？この気持ち。ね。通算で39人も来ててね。残りが6人しかいなくてね、その6人がほとんどコメント打たないんだぜ。わかるか、お前ら。キツネ6号さん、もしかしてデベソ。誰がデベソやん。デベソかもしれんな。キツネ6号さん、デベソだよね。デベソ、これデベソか。キツネ7号さん、おじちゃんこんばんは。あ、こんばんは。ね。通算42人も来てて7人しか残ってないけど、6人に1人しか残らないの、この枠。キツネ6号さん、チク立ってるよね。え？チク立ってるよね。どういうこと？チク立ってるって何？何て言うの？
キツネ八号さん、高野はちみつさん、いらっしゃいませんか。なんなの、そう、さっきから君、高野はちみつさん、高野、誰なの、高野はちみつって。誰なの、ほんとに。キツネ七号さん、おじちゃん、言い張らしてる。キツネ六号さん、体の不死やばいね。なんて何がやばいって、ちょ、わからん。44分も来てて3人しかいねん。何なのこのクソ枠。どんだけ Wi-Fi も悪いわ。お前らも悪いわ。もう質が悪いわ。何なんお前ら。ほんとによ。来てんのかよ、てめえら。50人ぐらい集めてさ、6人しか残らないってバカなのおめえら。ちょ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 して。キツネ7号さん、いい色に焼けてるな。そうでしょ、うん、まあね、だいたい毎年海には行ってるのでね、僕。そうなんだよ。そうなんだよ、しの。そうなんだよ。よしの、ねじねじしてんだよしの。キツネ八号さん、高野はちみつさん、いらっしゃいませんね。だから何なのその高野はちみつって。お前はよ、さっきからずっと聞いてたらよ、誰高野はちみつって、誰なの、君は誰なの、しかも、何なのずっと同じこと言って。もうちょっと面白いコメントちょうだい、君たち。もっとあのワクワクするワクワクすんぞっていうコメントちょうだい。なコメント職人さんいない、どっちの枠には。5人も残ってて。50人来て5人しか、4人になっちゃったよ。50人来て5人も残れない枠って、どんだけうちの枠競争率激しいの、これ。何 ?50 人も来て6人しかいないよ。何なの、この枠。お前ら一体何なの、10人に1人って何なの、何の競争率10倍って。ねえ。第2次ベビーブーム世代